教室の久保田です。今移動の途中でですね、少し時間があるのでコメントを読みたいと思います。ゴールデンウィーク皆さんどうされてますか。練習してるのかな。壁打ちとかされてますかね。福岡の結構思った以上にコートが空きがあってですね、結構コート埋まるのかなと思ったらなんか空いてるんですよね。みんなあんまりやらないのかなと思って、ということで、コメントを読みたいと思います。ですね、これからいきますね。クボタテニスの動画でいい動きを知ったコーチがどこかを勘違いしたままいい動きと思って生徒を指導する可能性はないですか。あると思いますよ。これ絶対あると思いますね。で、これは私知ってるんですよ。コーチの研修会とか行って指導したことありますからね。で、その時になんか勘違いというか、私が言ったことをそのまま生徒さんにぶつけるというか、その研修会でもちょっとモデルとなる人を呼んで、その人こう動きを強制するってことでやったりとかしてたんですよね。で、その人に対してのアドバイスだったのに、全然その関係ない、その動きと関係ない、生徒さんにそのアドバイスをしてしまったとかっていうのを目の前で見させられましたね。だからそういうの可能性はあると思いますよ。以前3割とブツブツ言いながら3割3割を教えようとしているように見えたコーチのレッスンを受けた時のことですが、これまでのコーチ自身の動きと混ざってしまっているようで、よく理解しないまま生徒に教えているのではと思ったことがありました。私の気のせいだったかもしれませんが、コーチレベルでも勘違いはあるのでしょう。そうですね、あります。だからありますでもまだそれもし、そうだとしてもやっぱりその勉強してる最中っていうこともあるんで、やっぱりいきなりそのね、ポンとちゃんと教え方変えることができたりとかってそうはならないと思うんですよね。やっぱりちょっとじわじわ変えていくことにはな、分かるところから変えていくってことなんで、混ざるっていうのはあると思うんですよね。だけど、できたらですね、そういうコーチ、生徒側の方からしたらね、いい迷惑だとは思うんですけどもね。でもコーチもやっぱりそういうふうにちょっとこう勉強しないと上手くならない未熟な時期がやっぱあるんですよね。だからそこはちょっとですね、そのコーチが本当に勉強して頑張ろう、これからやろうとしているコーチならみんなのために、勉強しようとしているのであれば、ちょっと様子を見ていただきたいとは思いますね。少し時間を与えていただきたいとは思います。はい。ただそれはもう私がね、それでもやめるなとかはコーチが上達するまでそこで我慢しろとかそういうことは言えないのでね。ただちょっと時間を与えていただきたいと思いますね。コーチ側の人にね、生徒側の人がね。はい。だってそれでちょっとね、我慢してコーチが本当に教えることができるようになったらね、それはそれで多分いいと思うんですよね。勉強しないコーチが一番良くないんでね。はい。で次いきます。ちょっと長いコメントはですね、質問内容とか要点だけ、お話しするので、探すときにね、この久保田が言ってるコメントどこにもないなって思ってしまわないようにね、途中でポンと抜き出してそれを言ってる場合もあるので、そこを気をつけてくださいね。今からいきますね。これ今から読むコメントはいつも有益な動画をアップしていただきありがとうございますって冒頭書いてあるんですけども、基本的にその辺もう読まないようにしていこうかと思っております。あ、私喉がですね、やっぱちょっとやられてるんですよね先日、先々週ですかね、ちょっと雨が降った時があったんでレッスンキャンセルになって、ちょっと病院に行ったんですよね。したら内視鏡をパッと喉に入れてもらって、で見たら、声帯結節っていうのをなんかタコみたいなのができてるよって言われて、でどうやったら治るんですかって、それは薬効かないからねとかって、じゃあどうするのかっていうと、やっぱりちょっと喋るなって言われたんですよねで、いや喋るなって言われても仕事で喋ってるんですけどね、これ喋れなかったら仕事なんないんでって言ったら、でももう2、3週間やめとかないと、もうちょっとまた手術しないといけなくなっちゃうよとかって言われて、そんな感じです。ちょっと声のトーンを下げてですね、温存でいこうかと
いや、私もすっかり忘れてましたけどね、ちょっとあの声のトーン下げてですね、で、あのコメントもあの要点だけ読んでですね、そんな感じでやっていこうと思います。テイクバックで前腕ロックして3割3割の後も前腕ロックは維持する必要はありますか？それ状況によりますよ。3割3割ロックしたまんま打つっていうのも OK ですよ。で、ちょっと遠い球をスピンかけたいなとかっていう時は、全然動かしてもいいですよ。前腕を回旋させてもいいし、手首を使ってもいいですからね。その辺の動画も過去に上げてますので、そちらを参考にしていただければと思います。はい。で、確か3割3割の後のラケットの加速の際にかすかにラケットヘッドが置いてけぼりになるのは OK という説明があったように記憶しています。そうですね、二度引きじゃなかったらラケットヘッドを置いてけぼりにしても OK ですよ。二度引きはダメですからね。試した感じでは、前腕ロックを維持し続ければラケットヘッドは無用に後ろにぶれることなくインパクトできるように思います。そうですね、前腕ロックしたままだと本当に手のひらで打つような、手を出した、手はいろんなグリップがあると思うんでちょっと形は違うんですけど、手を出したら面も一緒についてきたっていう、手と面のズレがないんです。ボール方向に向かうズレがないんで、やっぱ当てやすいですよね。そこは当てやすいってことですよね。手と面のズレがないっていうのはね、手は出たんだけどその後に面が出たとかってなると、ズレてるんで、そのズレがやっぱり振り遅れとか、ミスヒートさせるんですよね。そんな感じです。だからまずはですね、試していただきたいのは前腕をこうロックしたまんまで打球するっていうのはやっていただきたいですね。で、それができるようになったら、ちょっとスピン量多めの、フォアハンドの動画ありますので、あれを参考にしていただければと思います。はい。スピン量多めの、スピン量の調整の動画が一番、私のチャンネルで再生回数が、多いやつですね、今のところ。はい、皆さん、あれよく見てるんですね。次いきますね。次、いつも参考になる動画ありがとうございます。サーブについて質問させてください。サーブはですね、こう上あんまり触れないんですけどね、久保田コーチ式フラットサーブの当たりが安定するようになってきましたが、いざコートで打つとオーバー側のフォルトになってしまうことが多いです。サーブの長い短いどのように調整すればいいのか教えていただけないでしょうか。長い短いでサーブ調整するかな。フラットサーブですよね。ある程度速い時に短く落とそう。あんまり考えないんですけどね、その辺をね。大体ラケットフェースがこう回ってきたら、そんなに上下にはいかないんで、ラケットフェースの動きで、こういうラケットフェースの動きをすれば、上下の面ってないんですよね、ここからこう行けばね。だそんなにその長さで迷うことってないんですよね。おそらくそれは面が上向き側から入ってきてないですから、要するに猫パンチの、私が過去の動画で説明したラケット、これラケットヘッドがあってしますよね。ラケットヘッドと肘が本当は一緒にこうやって動き出さないといけないのに、手首を折ってラケットヘッドが先に、肘が止まってるのにね、肘が止まってるのにラケットヘッドが先に動いて、それから肘が動いて打ってないかっていうのを、コート後方から、ビデオ撮影して、腕と肘とラケットヘッドをこうチェックしてみてください。おそらく肘がこう動き出してラケットが動き出すのではなく、肘が止まったまんまでラケットヘッド側が手首のこの折れでスタートを切って肘がいってると思います。でその辺、チェックして、また、分からなかったらまたコメントしてください。もう一ついきますね。壁打ちのおじさま方、そこも久保田コーチの動画題材の宝庫のようですね。そうですね、本当壁打ちのおじさま方も結構好きなようにやってますよね。
もうバックスイング遅いとかね、本当初歩的なミスしてますからね。ラケット両手で引いてないとか、両手で引いてないというかですね、体ターンせずに両手で引いてたとかね。まあ、いっぱいあるんですよね。で、そうなんですよね。動画はバックハンドの技術内容ですが、ラケットが前に出るってやつですね。おじさま方に一番言いたいのは、まず動画を撮ること。その通り。まずですね、動画撮ってくださいよ。壁打ち愛好家のおじさま方ですね。動画撮らないと、もうあれ、治んないと思いますよ。で、素振りだけは、やろうとしてますからね。ちゃんと、クボタテニスの3割3割だったり、バックハンド片手の人も両手で持っていったりしようとしてるし、スライスも、3つのやつ、4つのやつとか分けてやろうとしたりするのも分かるんですよね。サーブはあんまり、おじさまは練習してないですね。眩しいからかな。サーブ、そうですね。サーブの練習、彼ら、僕見たことないですね。だいたいフォアハンド。たまにバックハンド。そうです、そう。私がもう本当、バックハンド前に出してるという動画で、本当に一番言いたいのは、まず動画を撮ることですよ。で、なんかこう、やっぱり動画撮るって言ってもね、ちょっとまあ年配の方なんで、まあスマホとか使えないのかなと思ったら、普通にスマホでこう、いろいろこうやってましたからね、メールとか打ってましたからね、おそらく撮影ぐらいできるはずなんですよね。ガラケーでちょっと撮影できないとか、そういう人たちじゃないですよね。皆さん携帯持ってましたよね。話してるのも見たし、メール打ってる人も見ましたからね。で、このチャンネル の動画を流しながら打ってた人いましたよね。知ってますからね。目合いましたよね。方。はい、もうお気づきだと思いますけど、動画撮影してください、ね、せっかくスマホ持ってるんだったら、もう簡単にできますからね。カメラのとこやってビデオにして、カチャッ、ボタンポチッと押したらプンと音がして、撮影できますからね。ぜひやってください。その通り、本当じゃないと私はもう気になってしょうがない。見てたら大丈夫かなって、それはちょっと、それはなんか、それは久保建ミスだとかって思われるとね、ちょっと誤解、勘違いしたまんまなんか、怪我とかされたらね、もうそれはまた嫌なんだよね。はい。次いきますね。次はですね、批判に対する反応が多いですね。私もブログを読み始めた当初、仮想敵を作って集客、もしくはブランディングが目的なのかな、と思っていましたと。動画なら視聴回数目当てでしょうか。要は批判の目的は見えない状態ですと。ですが普通に考えてお金が目的ならプライベートレッスンしかも安いはやらないです、最低でもグループレッスンをやると思います。私の知っているコーチはそうやってお金を貯めて自前のコートなりスクール、自前のコートを作っちゃうのすごいですね。それはでも確かにグループレッスンばっかしやってればやっぱり、潤いますよね。間違いなく。ではなぜテニスコーチを批判するのか。そのテニスコーチの後ろに上手くなりたい生徒が見えるからだと。あ、それなんか私言ってますよね、よくそれ。はい。その通りなんですよ。別にそのコーチが下手くそだったら別に下手くそのまんまでもどうでもいいんですけども、でもそのコーチの下に本当、普通の大きなスクールだったら100人以上生徒がいたりするわけですよね、一人 のコーチにね。でそれ考えると放っておけないんですよね。あとやっぱり、まあ、そういうコーチにずっと何十年も習ったとかっていう方がやっぱりレッスン受けに来られるんですよね。でそれでいろんなことを、まあ、聞かされるんですよ。私はね、何年も習って10年習って20年習っても同じコーチですよ、習ってやったんだけど全然その動き教えてもらってなかったのに、このチャンネルの動画を見て気づいたとかって言われる方が私のレッスンの他県から、受けに来てくれてるんですよね。でそれ見る、その状況を見るとですね、もうちょっと批判じゃないんですよ、これ頑張ってほしいんですよね。
コーチ側の人たちにね、変わっていただきたい。はい。で、まあその言葉を読んで私は納得しましたと。むしろ久保田コーチはそのためなら泥をかぶる覚悟がある方ですよと。コーチ側の方にもメリットはあるかと。教える能力の向上なり生徒の経過を見る癖など、それを素直に受け入れられるか、個人の器の差はあると思いますがと。で、大事な一言が抜けていました。テニスコーチの教え方を批判し、その対案を示すのか。そうですね、別にその批判じゃん、私ずっと言ってるけど、私が誰かのことを批判してるように、言ってる時っていうのは、必ずそれに対してどういうふうにしたらいいかっていう、こう改善策を言ってますからね。改善策を言いたいために批判してるってことなんですよ。ただ批判するとかそういうことじゃないですからね。それブログでも言ってるし、この動画でも言ってると思います。よく内容を聞いてくださいね。どう受け取るかですよね。ただそういう言葉だけを聞いて、あ、批判してるんだって、思う人はやっぱりいますけどね。本当全体の内容を聞いた後、私のその行動を見ていただきたいですね。これまでの行動をね。ただ批判するためだったら、いちいちこの動画上げたり、ブログも何年もこう続けたりできないですよ。本当変わってもらいたいんですよね。特にコーチ側の人、勉強していただきたいと私は思ってるんですよね。そんな感じです。これ、ありがとうございますね、このコメント。はい。ちょっともう時間がないので、ここまでにします。で、また今日この後レッスンやって、また、次のレッスン移動してやった後にまたちょっと時間があるので、またコメントをその時に読もうと思っております。今回は以上です。